ターゲット認識、高速制御術式第3号解放。どうぞお入りください。まだ飲み足りないですかな。すぐにでもあなたの前にひざまずいて、あなたの足にすがり、あなたのすべての美しさを賛美したいところです。だが私にはその若さもない。私はね、さっきのパーティーであなたと出会えたのは幸運だと思っている。私の新しい喜びを一緒に分かち合える人だと分かっていたからだ。まやかしの明かりなどいらない。あなたの美しさは十分に分かる。誰だ、誰がそこにいる。状況し、ターゲット完全沈黙までの間、能力使用限定解除開始。何者だ、ここどこだと思っている。王立国境騎士だ。なんだった待ってくれ。どういったの、ヒューマン。そのようなグールになりたくなければな。限定解除終了。チェダーズ村にその牧師が赴任してきたのは6月12日。村民の失踪事件が始まったのがそれから1ヶ月後。地元警察が捜査を進め、おととい牧師を逮捕すべく教会に向かったが、全員死亡した。ロンドン警視庁は D11 部隊を出動させた。我が精鋭たる D11 部隊は一個中隊を投入したが、昨日の展開では半数の犠牲を出し、しかも我が部隊を襲っているのは死んだはずの地元警察官。人間ではない。え？ただ餌として血を吸われたものは食人鬼グールという存在に出する。レクチャーは済んでるでしょ。しかし人間でないとまでは。刑事部長のあなたの落ち度を追及するつもりも権利も私にはない。落ち度かね。チェダーズで何が起こっているのか、少なくともあなたなら、知識あるロンドン警視庁刑事部長であるあなたなら、どういう対処を取ることが賢明であるか、というより唯一それしかない対処があることを故意にか忘れ、お仲間同士で何とかしようとしたところで、こういう展開になるのは自明であったはず。忘れたわけではない。王立国境騎士団、ヘルシング機関のことは。日が暮れる。さあ、インテグラルヘルシング卿。
すでに私の機関はチェダーズに到着している。何個部隊で？一人。こんな夜には血が飲みたくなるのさ。セラス、口聞かないでジャック。もうすぐ増援が来る。あるなんて、私やだな、こんなの。私強くなるって、ジャックたちに子猫ちゃんって呼ばれないようにって。もう二度と現場で泣いたりしないって、あの時誓ったのに。ねえジャック、私もこれよりチェダーズに乗り込みます。今送り込んでいるハンターはこうした局面に最適ですので、どうか安心してお任せくださいますよ。いい夜だな、フケーさん。血を吸いたくなるんだ、こういう夜は。人じゃない。ほう、人じゃなきゃ撃てるのか。何してんのよ、私。どこに逃げようっていうのよ、こんなとこ。
救済を求める者に教会はいつでも門を開きます。牧師様、まだ若き乙女なのにこれほど生き生きとしているのに地獄の使者どもに脅かされてかわいそう。あなたが牧師様？弱気を導く者。そうです。私ミッションで この村の最重要人物が。でもあなたは普通の。あなたは外で会ったグールのことを言っておられる。グール？吸血鬼の餌としてその血を吸われ、ただの生ける屍として吸血鬼の命じるままにいるだけの存在。吸血鬼？そうです。吸血鬼は人間すべてを同胞にするわけではない。例えば話して。あなたをグールなどにしない。あなたの体を流れる温かくてあまりにも甘美な味のノーテンをぶち抜いてみんなに。苦しいのだね。快楽を与えよう。ずっと続く。大概にしとけ。パンク。誰だお前？俺の名はアーカード。特務機関ヘルシングの手先、ゴミ処理係だ。ゴミだと？へっ、特務機関だって？正気かよ。いや、ゴミ以下のウジ虫野郎だよお前は。な、なんだよその格好は。カーニバルでもそんなチンケな格好をする奴はいない。お前何やってんだよ。牧師の格好などして恥じってものを知らない、それがお前のクズなとこだ。死んでいいよお前。隊長。グールを増やし家来にする矮小な王、自分だけでは何もできないし、する気もない腰抜けめ。お前には地獄にだって居場所はない。殺せ。ばっかりの野郎が。何？まさか銃なんか撃っても無駄だ。お前もただの銃ならな。グールども、こいつを。人じゃない。なぜ、なぜ貴様、同じ吸血鬼なのに。お前のようなにわか吸血鬼はゴキブリだ。気づいた時には嫌ってほど増えている。我慢ならないんだよ。吸血鬼の誇りがみじんもないもどきの分際で身の程知らずが。それとな、俺が人間に仕えているには事情があった。クズに聞かせる話じゃないが、ランチェスター大聖堂の銀十字尺を溶かして鋳造した13ミリ爆裂鉄砲弾だ。
安心して永遠に煉獄へ行け。ただ一人の生存者だ。人間の手先のお前には打てまい。まあ同じヴァンパイアじゃないか。人間なんて全ての点において俺たちより劣った存在だろう。なあ俺の闘争を助けるんだよ。一緒に来い。俺たちなら。不敬さ。はい。聞けよ。聞いてんのかよ。俺はこれからお前の肺を貫いてそのクズヴァンパイアの心臓を打つ。ちょっと待てよ。今死にたくないか。俺と来るか。なあお前。俺は強制しない。選択はお前さんがすることだ。答えろ。はい。お前が選択したのだ、不敬さん。普通は目を閉じているもんだぜ。ミッション終了。ターゲットは完全活動停止。機能限定解除終了。たった一人のターゲットに時間をかけすぎだ。レスキューを呼ぶわ。いや、この父兄はヘルシング機関に移籍させてほしい。この父兄が自分で選ばせる。ヘルシング機関は撤収する。いい夜だったな。
ギャルもメカもエルもない。今時ギャルってあなた、てかあんた誰ですか。